山地酪農っていうんですけど、高知県ではもう山しかないんで、普通だったらなんか植林以外に利用できないような山地を、まあこういう牛乳生産と肉の生産ですかに使うっていうのは、まあ全国的に言ったら珍しいと思います。市内に住んでる方にとっても車で5分10分ぐらい走ったら牛が見れて、そこで牛の牛乳から作った乳製品ソフトクリームを食べれるので、小学生の場合は酪農体験っていうので来るんですけど、子供の時に体験するっていうのはいいのかなと。牛がやっぱりこの牧場をお互いに作り上げているやっぱり仲間同士みたいな関係だと思います、はい。Thank you.